こんにちは。特定の条件を指定して合計を計算させるには、寒い符と寒い符。これらの2つの関数のいずれかを使います。寒い符は1つの条件を指定して合計を求めるのに対し、寒い符は2つ以上の条件を指定することができます。しかし、寒い符は覚えなくてもいいです。理由は2つ。1つ目は、 寒い不死関数でも一つの条件指定ができるから。もう一つは寒い不と寒い不死では数式を書く順番が違うからです。そのため寒い不死だけをマスターすれば特定の条件で合計が求めることができるようになります。それでは早速寒い不死関数を覚えていきましょう。今ここに用意されている別の 果物ごとによる個数この表をあらゆる条件から合計を出していきましょうその前にまずは全体の合計を出していきましょうこれは後からサムイスの結果と合っているかどうかを確かめるために念のため入れておきますこちらは前回の動画で紹介したサム関数 で指定すると、サム関数で指定すると、197個という合計の数字が出てきました。果物の名前。そしてこの果物の一覧の、果物の名前を一つ一つコピーして貼り付けるのもいいのですが、 この場合、値をユニークで出したい場合は、英語でそのまま、英語でそのまま、ユニークと書き始めると、ユニーク関数が出てきますので、このユニーク関数を使って、重複が削除された一つずつの値を出していきましょう。そうすると、左側にある果物の名前が、 1>, 1つずつ出てきましたではメロンの個数の合計をサムイフス関数を使って出してみましょうまずイコールサムイフスここから何を入れていくかが重要になりますまずは合計の範囲と書かれていますね この合計の範囲を選択します。この表だと合計の範囲は、ここの C 列のため、このアルファベットの C 列をそのままクリックすると、C 列全体を、個数が書かれている C 列全体を選択することができます。これで合計範囲の選択は終わりです。 一旦カンマを打ちましょう。そしてここからが条件の範囲と条件の指定。これを一つ目の条件、一つ目の条件の範囲、そして一つ目の条件、二つ目の条件の範囲、そして二つ目の条件というふうに条件を一個一個入れていくことができます。 それでは、メロンの個数を出していくには、B 列の商品名が、メロンであることが条件の一つ目です。では、入れるべき一つ目の条件というのは、商品名の中で、メロン。これが一つ目の条件なので、 一つ目の条件である商品名の中からメロンを指定する条件を数式で入れていきましょう。条件の範囲を指定しましょう。その場合は、まず商品名の全体の列である B 列を、また B を、アルファベットの B をクリックして選択します。そうすると B 列全体。 ここでまたカンヌアを打ちます。そうすると次が条件を入れる、条件を入れる式になりますので、ここで名前がメロンということを指定していきましょう。文字をダブルコロンでくくります。で、ダブルコロンの中に、メロン。と打ちますと、このままエンターキーを押せば、 メロンの数が30であることが出てきます。メロンの合計が出てきます。実際に確かめてみると合計で30ぴったしあっていますね。 ただ、数式一つ一つに、名前を手入力で入れていくのは、少し面倒ですね。そのため、名前を一つ一つ入れるのではなく、ここに、メロンということを指定するために、セルを指定します。そこが、 この、e、の3これで先ほどの文字の「メロン」と打ったものと一緒になりますこのままエンターを押すと同じく30と出ていますこのように寒い数の書き方は「 まずは、合計範囲。個数が書かれている、この表だと個数が書かれている合計範囲の列を選択して、次に、条件の範囲を選択。この場合は、商品名ですね。商品名の列を選択して、そして、商品名の列の中から、何という名前だけの、商品名から、 今回はメロ,ンメロンだけの合計を出すために条件条件の式を入れていきますこれでメロンの合計が出たわけなんですが。 そのまま、数式を下にコピーしていきましょう。下のセルまで選択して、コントロール D。そうすると、下の式を見ていくと、マンゴーの合計、そしてその下のブルーベリーの合計、 マンゴー国産の合計ブルーベリー国産の合計でリンゴの合計といったようにそれぞれの果物の名前の合計というものが出てきましたこれがサムイフスの一番基本的な書き方になりますそれでは 他の条件での合計も出してみましょう続いて文字に完全に一致するものだけではなくその文字が含まれているつまり部分一致含まれている項目の合計も出していきましょうこの表を見てみるとマンゴーとブルーベリーが国産と書かれているものとそうでないものこの2つが 入っています。この二つがそれぞれ入っています。そのため、マンゴー全体の個数と、ブルーベリー全体の個数を調べるにはどうしたらいいか。そこで、マンゴーという文字が含まれている、ブルーベリーという文字が含まれているっていう個数を出せば、両方の数の合計を出すことができます。ブルーベリーも同様に。そのための式を入れていきましょう。 まずは、こちらに項目を入れていきます。マンゴーとブルーベリー。そして、マンゴーという文字が含まれる項目の個数の合計。つまりこの表だと、マンゴーとマンゴー国産。両方の数の合計というのを出していきましょう。その書き方は、サムイフス。 とここで勝手に数式が出てきましたねこれは一つ前に入れた数式に合わせて勝手に数式が出てきたりします一旦消しましょうまずは先ほどと同じように合計範囲これは C 列の個数なのでまた C 列を選択します そして一旦カンマを打ちピーレツの商品名の中から先ほど入れた値はマンゴーに完全一致する項目の個数でしたねこれだと先ほどと同じように31個 マンゴーの個数だけが出てきてマンゴー国産の数はまだ合計に含まれてはいませんじゃあこのマンゴー国産も含めるためにはどうしたらいいかここで部分一致のここで部分一致の記号を使いますそこで登場するのがワイルドカード このワイルドカードという記号をただこの言葉を入れこの書き方だけではエラーになってしまいますので記号の間にを入れますそうするとえもうすでにここに合計の答えが出てきていますねそしてこのまま Enter を押しますと ここに73という答えが出てきました確かにマンゴーとマンゴー国産の答えは合計は73であっていますね。といったようにマンゴーという文字が含まれるというふうな条件をつけたい場合はこのワイルドカードというものを使います。 セルの値に対してワイルドカードを組むときの書き方がこの書き方です。ただ、文字列に対して文字列をそのまま打ち込んで、その打ち込んだ文字列に対してワイルドカードを組むときは書き方が違います。その場合は文字列の隣にそのままアスタリスクがきます。そしてその外側をダブルコロン。 そしてその外側をダブルコロンで囲うということになります。そのセルの値に対してワイルドカードを組むという書き方を覚えた方が今後、計算するときにはかなり楽になるでしょう。なぜかというと、この状態でそのまま下に数式を引っ張っても同じようにブルーベリーの文字が含まれた個数の合計もすぐに出すことができるからです。 文字列を手入力の場合は、ここの文字列をブルーベリーと書き込まなきゃ、ブルーベリーと書き換えなきゃいけないですよね。その手間が省けるということです。 さらにもう一つ。原産国が国産であるか外国産であるか。ここでは、括弧国産と書かれたもの以外はすべて外国産としましょう。原産、商品名の、商品名に国産と書かれたものを国産、それ以外を外国産として、原産国別の 原産国別の個数を出してみましょうまずは国産そして外国産この場合のそれぞれの合計の出し方はイコールサムイフス。 合計値を求めるシーレそして二つ目は、また商品名。そして、ここの条件が重要です。そして三つ目の条件範囲が、国産という文字が含まれている商品名を国産とするので、ここもワイルドカードで組みましょう。 このように「国産」という文字が含まれる商品名の合計こちらをエンターすると77確かめてみましょう同じく合計が77ですね上の表からも同じく77合計値が合っていることがわかります では同じように外国産も数式を数式を下に引っ張れば同じ答えが出るのかというと出ないんですなぜ出ないでしょうか 理由は商品名に外国産と書かれていないからですこの表では国産と書かれているもの以外を外国産と計算することにするため条件の書き方が上の国産の書き方と違いますつまり 国産という文字が含まれていないという条件にしなければならないです。その書き方は、一つ目のワイルドカードの記号に、イコールではないという、イコールではないという意味の記号をつけます。これで、これで国産という文字を含まれて、 いいいなないという条件になりますこのままエンターを押してみましょうすると逆に数字が増えましたね394まだ数字が合っていませんねこれはなぜでしょう お分かりの方もいると思いますが、これの理由は、合計、全体の合計の197がそのまま足されてしまったからです。なので、もう一つの条件を追加します。もう一つの条件とは、ここの商品名が空白ではないという条件を追加します。なぜこの条件を追加すると、合計の行は商品名が空白だからです。 なのでこの空白の行の197という数字を合計から除外しましょう。そのために3つ目の条件を入れます。 カンマで区切って B 列から空白ではないという空白ではないという条件を指定しますすると197という数字まだ合ってませんね。 外国産という言葉が含まれるに、含まれる文字に指定されているため、これを国産に、国産という名前を含まないということにするため、国産のところのセル参照に変えましょう。そうすると、120という数字が出ました。これで、 これで外国産の条件が出来上がりです。これで外国産の合計が出ました。数字を確かめてみると、同じく120個。合っていますね。こういった感じで、サムイスはあらゆる条件を指定して合計を作ることが、合計を求めることができます。ついでに、比別の個数も出してみましょう。 日付から、ユニーク、そして日付の範囲を選択すると、1日ごとの数字が出てきます。 一日一行で追加されましたね。こちらも同じように。イコールサムイフス。合計範囲は C. 列。そして、条件範囲は B. 列ではなくて。 日付なので並列並列の中から6月13日を指定してエンターを押すと51個確かめてみると同じく51個ですねそしてこれをそのまま下の行へも反映させると 日付ごとの個数が出てくるようになりました。